さあどうも皆さんこんにちは。今日はアウディの TT1.8T クワトロスポーツを紹介したいと思います。さあ 1.8T なんだろうということで、ターボ車です。 1.8 リッターにターボがついてます。でなおかつクワトロスポーツっていうのはこちら限定車です。なんと限定車です。何が限定かというと全国でね150台限定車です。でまずシルバー、赤、黒ってあったと思うんですけども、各50台ずつの限定車です。なんでこのシルバーも全国で50台しかありませんということで、結構希少っちゃ希少ですね。たまに、俺は走ってるの見たことないけど、たまにねあのグーとかカーセンサーで売ってるの見たことあります。さあどうだろう、全体的にねかっこいいね。これツートンなんですよ。これ今これシルバーと黒のツートンなんですけど、限定車はねシルバー黒でツートンになってます。これが限定車です。まあアウディもこれ出た当初からかな、ちょっとなんか力入れてきたなと思ったんですけど、これは別格です。普通の TT はちょっと乗ってるといまいち、まあ、形雰囲気だけかなと思うんですけど、このクワトロスポーツはやっぱ別格です。やっぱね前から見てもかっこいいね、だいぶ。あとこのグリル、このアウディマーク特徴だね。このなんていうのこれなんかオリンピックみたいなマーク、ちょっと名前なんだってか忘れちゃった。五輪四輪五輪とか分かんないけど、でこの結構ね丸みを帯びてるんでね、まあこの年式の車結構Z4 とかもそうなんですけど、結構ちょっと丸くできてます。まあ多分、まあ、主流がこんな形だったのかなと思います。じゃあちょっと横の方見てみましょう。さあ横から見るとなんかもうすごいかっこいいよねこれ。屋根がすごく低いです。結構ね屋根が低いんでちょっと乗り降りが若干しにくいかな。多分180cm 190cm ある人だと頭ぶつかも。であとこのドアが長いんでね、隣に車がいるとちょっと開けにくいかな。まあクーペとかはもうこういうドアが なんていうんだろう、セダンと違ってやっぱ長いからね、狭いところだと乗り降りしにくいかなとは思います。やっぱこのツートンかっこいいよ。ここの塗り分けがいいね。こういうこのラインだね、ピラーのラインで塗り分けしてるんですごくかっこいいです。あと急行だいぶおしゃれな感じになってますね。あとホイールもね黒でセンスいい。これ OZ かっこいいね。どうだろう、なんかこのメーカー自体俺個人的になんかラリーとかイメージあるんですけど、まあスポーツ系のメーカーですね。さあじゃあリア見てみましょう。さあリアです。2本出しマフラー、マフラーどっちかというとそんなうるさいとかそういう感じじゃないかな。なんか雰囲気が、音的な雰囲気なんだろう、ちょっとこう甲高い音がして走っててまあうるさくないかなっていうぐらいのマフラーですね。でこちらのリアスポイラー、リアウィング、こちらもクワトロスポーツのものになります。じゃあちょっと一回、あともう一個あった、このここ開けると2シーターです。普通はシートがあると思うんですけども、この TT は2シーターになって、でこのこれねパワーバー、こちらがクワトロスポーツについてます。もうなんかよりレーシーみたいな感じになってますね。中もアルカンターラのハーフレザーとか、中もハンドルとサイドブレーキのレバーがねアルカンターラになって、まあ、試乗の前に一回マフラーの音を聞いてください。まあ強いて言えばマフラーちょっと変えたいかな。チタンマフラーとか入れたらすごい良さそうだね。じゃあこちら内装説明しながら試乗インプレッションの方していきましょう。どう、雰囲気やばいねこれ。カードが挿入されています。だいぶ雰囲気いいよこれ。この辺のシフトとかすごいかっこいいよこれ。でこのここのね、もうここもクワトロスポーツ専用なんで、シートもねこの質が良すぎ。何これ、シフトレバーも普通の TT のもう2味ぐらい違うね。でこう後ろ見た時にこのなんていうの、このロールバーとネットがすごい雰囲気をね出してます。でこれ左ハンドルのマニュアルなんですよ。ちょっとね慣れないとやりにくいかも。まあ1速2速3速4速これは日本車と向きは同じなんですけど、たまに外車ね反対にこう右上が1速で2速3速とかあるんですよ。
まあ、その辺、ま、何だったか、何かの車であった、ね、ちょっと忘れちゃった、まあ、車によってあるんで、そういうのが。で、このアウディの場合は、左で、左上で1、で2、で真ん中で3、4、で右の上で5、6、6速です。で、バックは押しながら右上でバックに入ります。まあ、ただね、こう右でやると左、ちょっと感覚違うんで、やっぱり、左ハンドル慣れてない人だと、ちょっと、さらにマニュアルになると、ギクシャクするかもしれないですね。じゃあ、行ってみましょう。ターボの走りを。さあ、軽い。この入りいいね。カコカコ、クックッ入る。これ、すごい入りいい。あのね、ちょっと今、走り出して思ったんだけど、クラッチの、なんかほら、クラッチ重そうなイメージあるでしょ、この車。扱いにくそうなイメージがあるんだけど、全然教習車と一緒ぐらいのレベルで乗れる。まあ言い方変だけど、あのクラッチの感覚はあれだね、普通の車と何ら変わらないね。ただちょっと踏みすぎると、この3000、どうだろう、2500回転ぐらいからターボかかるんで、ヒューインティクからびっくりするぐらいかな。速い速い速い、やばい、電話かけたらやばい、一気に来るね。まあ、全然、まあ、大概の人乗れると思う。ちょっと車好きな人じゃないと乗れにくいかも。なんかよく分からず乗る人だとうーんってなりそうだね。どんな風に 見られてんだろう俺今。ちょっと変わった人だなと思われてるのかな、これ乗ってて。このね、出だしのクラッチも操作しやすいの、これあと乗りやすい。これ車体が小さいからかすごい乗りやすい。はやっ、あかん、これすぐ滑れちゃう。これは足回りめっちゃいい。これあのダウンサス入ってるんですけど、何このしなやかさ、ショックがすごいしっかりしてる。ほら硬いんだけど、硬いんだけども、なんだろう、この振動がなんかどっかに逃げてる感じがする。ゴンとは来るんだよ、体には来ない。多分すごい来てるんだろうなっていう気配はある。やっぱりほらこういう来てるんだけど体まで伝わらない。多分どっかに逃げてるんだろう。多分こりゃ速えや。これ半分ぐらいしか踏んどらんぞ俺やっぱ特別車だねこれは。何この足のしなやかさ。ハンドリングなんかね、ミッドシップの車の乗ってるような感じのハンドリングがする。これフロント軽いんかな。なんか一応四駆なんだけど、これ四駆と思わせないなんかハンドリングだよね。どうしても四駆っていうとほらコーナー曲がらないようなイメージあるんだけど、全然そんな感じてか、どうだろう、まあ街中だからね、あくまでもサーキットしたわけじゃないから。こりゃいいや。あとこのね、ウィンドウスイッチがちょっとやりにくいな。これ実はここにあるここのアウターハンドル、インナー、このインナーハンドルのところにね、インナーハンドルというかこの取っ手だね、ここのところについてるんで、言われなきゃ気づかないかも。もうあと装備もね、やっぱなんだろう、必要最低限走るだけみたいな感じですね面白い、にやけちゃうわ。まあいいね、こう椅子とくで話すときにうん、こうガコガコするでしょ普通って。そんなにしない。ほらほら、何これ、今一足5000回転回したんだけど、普通だったらうん、わかるかな、こういう風になるでしょ。それがならない、全然。なんか余韻が残ってるね。なんだろう、そうやって作ってんのかな、これは。これはなんかいろいろ考えられてるね。やっぱアウディ力入れてますわ。これはなんか変な感じするね、やっぱ右でやると結構ね。全然乗りやすい。使いやすいね、この車。すごいや。
なんかシフトの入りがむちゃくちゃいい。これアウディってそもそもが走る車なのかな。俺最初ね、じゃこれこのね限定車っての初めて乗るんだけど、普通の TT は乗ったことあるけど、全然なんか別物だよね。あのなんていうの、やっぱターボついただけで何これって感じぐらい違う。すごいな、日本にねないもんね、こういう面白い車。確かに日本のスポーツカーもあるけど、作りが違うよ、やっぱり。なんだろう、全部の作りが安っぽくないよね、外車って。金のかけ方が違うよ、日本とは。あとね、ちょっと今思った、車内めっちゃ静か、これ。これ伝わらないかな、カメラじゃ。すっごいなんか肉厚な感じがする、このルーフから。なんだろう、やっぱアウディイコール高級車ってイメージかな。すごいね、やっぱこの時ぐらいからね、アウディすごい力入れてると思う。今のね、ほらアウディかっこいいもんね、性能も上がったし。もう今なんだろう、高級車イコールベンツの時代じゃないよ、もう。アウディも、ね、ジャガーもそうなんだけど、すごい力入れてる、いろんなことに。これマニュアルだけど、横乗っててもね、変速色ほとんどないよ、これ。あ、乗り方かな、乗り方もあるだろうけど、結構ね、なんだろう、雑に扱ってもギクシャクしないね、やっぱ作りがいいのかな。軽とかだとほら、軽トラとか、まあ極端だけど、軽でいうとほら、ちょっと雑に扱うとすぐさ、ほらオンオンオンってなるでしょ。そうのもない、やっぱりしっかりしてる作りが。すっげえ乗りやすい、もう欲しいこれ。俺こういう車好きかも。なんか安心感が乗ってて、まあ、コーナーでアクセルオンしても外に膨れていかないから、すごい、まあ、こりゃいいや。今のアウディはもっとすごい。これ四駆だからかな、なんかすごい安定感あるのと思います。おー、やばいぞこれは。やっぱね、インコ、なんだろう、室内の作りもすごくいい。なんか特別な車って感じだね。まあ各色50台しかないっていうことは、人と被らないってことじゃないですか、これ。人と被るの嫌な方はこういうね、車、いいんじゃないですかね。多分 TT 買おうとしてる人だったら、これおすすめ。すごいおすすめ。まあちょっと値段はそこそこするんだけども、やっぱり50台って聞くと、まあちょっと出す価値あるかなと思います。まあ好きじゃない人からしたら、別にいらねえしって思うかもしんないけど、なんだろう、アウディ欲しい人からしたらいいかもね。外車ってちょくちょくあるね、こういうなんか、結構プレミアな会社ってこうプレミアな車が結構ある気がします。まあ日本車もねなくもないけど、やっぱすごいね。あとちょっとね、信号が見にくかった。停止線で止まると信号がね、ちょっとこのちょうどこのルーフの上ぐらいに来て、ね、見にくいとかそういうのはある。ちょっと考えてね走ればいい話なんだけど、どうしても天井低いからね、なんか目線が低いもん。すごい目線は低いんだけども、そんな低い感じはしない。あと60キロ70キロすぐ出ちゃう、一瞬。こりゃすげえや。これまあ出していかんけど、普通に多分乗った感じね、でもこれ今280km なんだけど、まあ、そんなに出ないにしても多分240-50は簡単に出るような気がします。280出るかな。260は出そう、十分出そう。ちなみにこれ馬力240馬力あるんで、でこの車重でこの空力とか考えると出るかもね。280出ないかもちょっと出したことないんで分かんないけど、
まあこういう車もいいんじゃないでしょうか。最近輸入車多いね。また俺個人的に輸入車好きだからやっぱこうなっちゃうよね、必然的に。まあそんな感じでまた面白い車があったらちょっとアメ車も攻めていきたいね。300C とかマグナムとか、またその辺もあったら紹介しますので、では皆さんさようなら。いつも MZTV ご視聴皆様本当にありがとうございます。まあ知ってる方は知ってると思うんですけども、トップページから見やすくするようにシリーズ分けしております。はい、でこちらの上からまあ DIY シリーズですね。 DIY っていうのはまあみんながやりそうな感じの、よくありきたりな感じのものもやっていくので、まあ参考になればなと思います。こちらは皆さんの愛車をぜひどんどん見せてください、応募してください。ではい、こちら PV シリーズ、こちらもやっぱ PV シリーズもやっぱ視聴者さんの車使ってやりたいと思います。どうせだったらね、応募してくれた人に PV 作って、で YouTube アップして DVD プレゼント、そんな形でやりたいと思っております。でこちらの、はい、次下、カー用品レビュー、ちょっと気になるカー用品とか、これどうなんだろうと思うカー用品、どうせ使うんだったらレビューしていきたいと思います。でそれから下にもあるんですけども、ツイキャスや、Twitter もやっておりますので、フォローサポートお願いいたします。はい、それからこちら M ズムービーです。知ってる方は知ってると思うんですけど、 M ズムービーは、まあ、車と関係ない、今のこの MZTV と全然関係ないことやってますので、まあ、日頃のくだらないことばっかアップしてるんですけど、よかったら見てください。まあ、どっちかというとMZTV の最初の頃の動画に近いものがちょっとあると思うので、よかったら見てください。はい、チャンネル登録してない方もこれからどんどんチャンネル登録してください。してる方はこれからずっと見てください。はい、ということなので皆さんご視聴ありがとうございました。